こんにちは、坂井ギタースクールです。コミを見てみたいと思います。坂井先生こんばんは。コードについては私もわからなくて C とか F とかセブンスとか、メロディーの音符が読めれば歌の伴奏もできるし、自分自身も歌に合わせて伴奏ができるのでコードを覚えることは諦めました。メロディーの音符が読めて、それで歌の伴奏ができるってことは、コードについて分かってるんじゃないかなと思います。あれかな、コードを覚えるっていうか C がこれで F がこれでっていうのが分からないっていう感じ。あのコードは実際弾いてるんだけど、今弾いてるコードが C っていうんだとか F っていうんだっていう、それがわからないということ。そもそも C とか F がこの形みたいな、そういう形を覚えるということを諦めたのか、どういうことなんだろう。もう全然これあのコード弾いてるんじゃないかなと、弾いてるんじゃないかなというか、歌に合わせて伴奏ができるっていうことはコードが弾けてるということですよね。これもできてるんじゃない、全然もうね、全然できてるんじゃないかなっていう気がするんですけど、 C とか F とか、これな、 C はなんで C っていうのかみたいな、なんかそういうところがわからないということなのか、 C がこの形みたいな、なんかこう丸暗記するのがっていうことなのかな。ちなみに C とか F とかセブンスとかサスフォーとか、なんかいろんな、ね、コードネームっていろいろありますよね。で、まあそのコードの仕組みを知るっていうのは結構大事なことで、仕組みを知るって大事なことというか、もう歌の伴奏をするとか、その弾き語りをするっていうのは C はこれ F はこれみたいな形を覚えちゃったら、まあまあどうにでもなっちゃうよねぐらいな感じで、弾けたりするんですけど、でも、もうちょっとね、もうワンステップ上へ行こうとするとコードの仕組みを理解しなくちゃいけなくなってくると、理解しなくちゃいけないというか、コードの仕組みを理解することで、もっともっと自由度が上がるというか、っていう感じだと思うんですよ。でコードネームって、まあ、CF、Cm7th flat5 とか、なんかいろいろこう難しいディミニッシュとかいろいろあったりするんだけど、そういうのって、仕組みを知らないから、うわなんかもうアルファベットと数字ともう分かんないみたいになっちゃうけど、結構単純なんですよね。知ってしまうと難しくないみたいな、むしろコードネームって誰が見ても分かるようにうまいこと作られたのがコードネームなんですよ。だから、どの楽器でも誰が見ても、その仕組み読み方さえ知ってれば、コードネームっていうのはみんな分かるように作られてる。五線譜を読むよりも圧倒的にシンプルに作られてるものだと僕は思います。だから五線譜読んだ方が簡単だよっていう人多いと思うんですけど、まあコードネームっていうものにそもそも慣れてないっていうのと、その仕組みがなんでこういう呼び方するのみたいなところがよく分かってないから、まあ難しいというだけで、五線譜の方が僕としては、難しいというか面倒くさいと思いますね。まあこの辺も、人によりますけどね、人によるんだけど、でも僕としてはコードネームで書かれてた方が圧倒的に、シンプル
すごくシンプルです。で、まあ、具体的にこの音とこの音とこの音で弾きたいみたいな時は、五線譜で書いてくれた方がいいんだけど、そのコード進行とかね、そういう流れでバッと見る時はコードネームで書かれてる方が、すごくシンプルに明確に、なんか分かりやすく、みたいな感じかな、はい。でちなみにこの例えば C ってなんで C っていうのっていうのはドレミファソラシドのドのドの音、このドの音、C って言うんですよね。ハニホヘトイロハ CDEFGABC、 英語読みだと C の音で、この C っていうコードはこの C の音、ドの音、これを一度として、3度、1度、3度、まあ、ちょっとこの辺こう説明しなくし出すとちょっと長くなっちゃうな、その辺ね、ちょっとコードの仕組み講座、ちょっと今度やろうかな、まあね、でコードって、そもそも音階が分かってないといけないみたいなところもあるんですけど、コードと音階っていうのはもう密接な関係があって、音階があるからコードが理解できるんで、でコード、まあ1度2度3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13みたいな、こういうことですね。ドレミファソラシドっていうのを数字で考えてる、1,2,3,4,5,6,7,8、でこれの、1番目と3番目と5番目 1,3,5、 これでコードのまず基本の3和音が出来上がる。で例えばこれが C っていう音、ドのドレミファソラシドのドの音、 C の音を1番目として1,3,5で組み合わせたから C っていうコードが出来上がるんですね。でセブンスっていうのは7番目だから1,2,3,4,5,6,7 番目の音を加えますよっていうこと。ただ、セブンスっていうのは、7番目の音をフラットさせた音のことをセブンスっていうんですね。普通の7番目の音はメジャーセブンスっていうんだけど、ちょっとね分かんない人にとっては はみたいな感じだよね、1,2,3,4,5,6,7 番目の音をフラットさせて、1,3,5,7 番目のフラットを加えて C7 っていうコードができたとか、C add9 って言ったらドミソ1,3,5 ので作られた C っていうコードに9番目の音を加えますっていうのが add9 add って加えることね。 1,2,3,4,5,6,7,8 までいったらもう1番目と同じ音になるんだけど、コードっていうのはね基本的にそういう風に 1,2,3,4,5,6,7,8 オクターブいっても8,9,10 ってちょっと数字を上げていく考え方をするんで 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 まあ2番目の音と同じなんだけど2番目というよりはオクターブ上の2番目の音っていう感覚ですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 番目を加えると 1,3,5 と9で C add9 が出来上がったりとか、C sus4 っていうのは、4番目の4が入ってますよね。で sus っていうのはサスペンデッドフォースって言って、4番目の音にちょっと吊り上げるみたいなそんな感じです。で何を吊り上げるかっていうと3番目の音を4番目の音に、1,2,3 番目
コードは1、3、5番目で組み合わせてできるけど、その3番目を4番目にっていうので、3番目がなくなっちゃう。1、4、5になりました。これが SUS4、CSUS4 みたいなね、うん、だからコードってねすごく、理解してしまうとですけどね、うん、なんとなくこうピンとこない人は今の、まあ、ざっくりした説明をしてても、そもそもが分かんないから全然分かんないみたいな感じに、ね、なる人もまあ多いとは思うんです、うん、でもこういう仕組みを、まあ、段階を追ってねちゃんと理解していくとコードネームっていうのは何の難しさもないというか、むしろ分かりやすく、すごく分かりやすくした素晴らしいものなんですよね素晴らしいもの、うん、そうなんです、素晴らしいものなんです。はい、ということで、まあこのコメントの答えとはもう全然違いますけどね、あの答えというか、うん、このコメントとは全然違う話になったけど、コードについては分からなくても伴奏ができるってことはもうコード弾いてるんで、うん、まあそれでいいっちゃいいんですよね、十分だと思う、うん、でも、まあ伴奏ができるように、弾き語りができるようにとかなって、そこからコードの仕組みっていうのに、勉強をね進めていくと、うん、いろいろ分かってくる。コードを弾き慣れてない状態で勉強を始めても多分分かんないと思うけどね、うん、伴奏も結構いろいろやってますっていう感じの人だったら今こそ、コードの仕組みを勉強する時だと思います、うん、でそこで理解が深まっちゃうと、本当にねコード弾くのは楽になると思うので、うん、ぜひやってみてください、うん、はい、というわけで皆さんからのコメントどしどしお待ちしております。気軽にコメントどうぞ。